起きたか。それじゃな。お父さん、何か用事みたい。電話来て行っちゃった。見たらパトカー3台走ってってさ、エッコんち警察の近くだもんね。何か聞こえてこなかった？怒鳴り声はしたけど、内容は分かんなかった。超残念。そういうのちゃんと聞いててよ。みんなに話したいじゃん。昨日さ、見た？みな言ってあんなの。けどあの話ってマジなの？わかんないけど、なんか見たって人割といるみたいだよ。ユキコ、午後から来るって言ってたのに。なんだろう、急に全校集会なんて。ってあれ、花村どうしたの？ん？いや、別に。皆さん静かに。これから全校集会を始めます。ではまず校長先生の方からお話があります。今日は皆さんに悲しいお知らせがあります。3年3組の小西咲さんが亡くなりました。亡くなった？小西さんは今朝早く遺体で発見されました。小西さんがなぜ亡くなったのか、警察の方々が捜査してくださっています。協力を求められた時は、我が校の生徒として節度ある姿勢で応じてください。静かに、静かに。それから先生方からは、いじめなどの事実はないと聞いています。くれぐれも軽い気持ちで街頭取材などを受けたりしないように。遺体で発見ってそんな。超ビビったよね。死体、山の穴の時と同じだったんでしょ？前はアンテナだったのが、今回は電柱らしいじゃん。連続殺人ってことだよね、これって。死因は正体不明の毒物とか誰か言ってた。正体不明って、そりゃちょっとドラマの見過ぎだって。そういえばさ、例の夜中のテレビでサキに似てる子が映ったらしいよ。超苦しがってたとかって、怖くない？そっちこそ絶対夢だって。今マスコミとかめっちゃ来てるし、取材でも受けて影響されたんじゃん。ったく、他人事で好き勝手言ってるよ。なあお前ら、昨日あの夜中のテレビ見たか？あのさ、花村までこんな時に何言ってんの？いいから聞けって。俺どうしても気になってみたんだよ、映ってたの。あれ小西先輩だと思う。見間違いなんかじゃない。先輩なんか苦しそうにもがいているみたいに見えた。それでそのまま画面から消えちまった。何よそれ。先輩の遺体、最初に死んだ山の穴と似たような状態だったって話だ。覚えてるか？山の穴が運命の相手だとか騒いでたやついたよな。俺思ったんだ。もしかするとさ、山の穴も死ぬ前にあの真夜中テレビってのに映ってたんじゃないのかなって。どういうこと？それってまさかあのテレビに映った人は死んじゃうとかって言いたいわけ？そこまでは言い切らないけどさ、ただ偶然にしちゃなんていうか、引っかかるっていうか、うん、それと向こうで会ったクマが言ってたろ、危ないとか霧が晴れる前に帰れとか。確か誰かが人を放り込むとも言ってた。それにポスター貼ってあったあの部屋、事件となんか関係ある感じだったろ。これってなんかこうつながってないか。もしかしたら先輩や山野アナが死んだのってあの世界と関係あるんじゃないのかな。あ、俺の言ってることどう思う？お前もそう思うか？もしつながりあるなら、先輩と山野アナもあの世界に入ったってことかもしれない。あっちで何かあったってんなら、あのポスターの部屋があった説明もつく。もしそうなら、先輩に関係する場所だって探せばあるかもしれない。花村、あんたまさか。ああ、俺もう一度行こうと思う。確かめたいんだ。よしなよ。事件のことは警察に任せた方がいいって。警察とか当てにしてていいのかよ。山野アナの事件だって進展なさそうじゃんか。第一、テレビに入れるなんて話まともに取り合うわけねえよ。全部俺の見当違いならそれでもいい。ただ先輩がなんで死ななきゃなんなかったか、自分でちゃんと知っときたいんだ。花村、こんだけいろんなもの見て気づいちまって、なのにほっとくなんてできねえよ。悪いけど頼むよ、準備してジュネスで待ってっからさ。気持ちは分かんなくもないけど、あんなとこまた入ったら無事に出られる保証ないじゃん。どうする？マジで？とりあえずジュネスに行こう。花村ほっとけないよ。来てくれたのか。バタを止めに来たの。ねえ、マジやめなって、危ないよ。ああ、けど一度は帰ってきたろ。あん時と同じ場所から入ればまたあのクマに会えるかもしれない。そんなの何も保証ないじゃんよ。けど他のやつらみたいに他人事って顔で盛り上がってらんない。そうだけど、お前はどうする？このままほっとけるのか？ああ、俺とお前だけでいい。心配すんなって、ちゃんと考えはあるんだ。里中はこれ頼む。え、何それ、ロープ？俺らこれ巻いたまま中入るから、お前端っこ持ってここで待っててくれ。何それ、命綱ってこと？ちょっと待ってよ。お前にはこれ渡しとく。ないよりいいかなと思ってさ。よし、じゃあ行こうぜ。グズグズしててもしょうがないからな。里中、ロープ離すなよ。ちょっと待ってってば。じゃあもうどうしよう。ねってって。ここは見ろよ、前と同じ場所じゃないか。ちゃんと場所と場所でつながってんだ。君たちなんでまた来ですタコマ。わかった、犯人はチビたちだクマ。お前こないだのてか今なんつった、犯人？最近誰かがこの中に人を放り込んでる気配がするクマ。そのせいでこっちの世界はどんどんおかしくなってきてるクマ。君たちはここに来れる、他人に無理やり入れられた感じじゃないクマ。よって一番怪しいのは君たちクマ。君たちこそここへ人を入れてるやつに違いないクマ。なんだそりゃ、人を入れる？こんなとこ放り込まれたら出れずに死んじまうかもしれねえだろ。そんな危ねえことするわけっておい待てよなあ、今思ったんだけど誰かがここに人を入れてるって話、まさか先輩や山野アナのことか。その誰かってのが2人をここに放り込んだってことか。なあお前どう思う？確かに言い切れるわけじゃないけどさ、でも誰かが入れてる気配がしたってクマがやたら言うの気にならないか。もしもこいつの話が本当だとしたら、誰かが鼻から殺す気で人をここに放り込んでるってこともありえないか。だとしたらごちゃごちゃうるさいクマね、君らは何しに来たクマ？ここは一方通行、入ったら出られないの。クマが出してあげないと出られないのは味わったでしょうが。うるせえ、関係ねえだろ、お前の力なんて借りなくてもな。見ろ今日はちゃんと命綱を。ああてめえ、調べが済んだらこっから俺たちを出してもらうからな。モッキー、調べたいのはこっちクマよ。クマずっとここに住んでるけど、こんな騒がしいこと今までなかったクマ。証拠あるクマが放り込んでるの君らじゃないって証拠。ほらやっぱり君らクマ。違うって言ってんだろ。てかお前に証明してやる義理はねえっての。それよりこっちの質問に答えてもらうぞ。偶然来たこの前と違って今日はマジなんだ。いいか、俺らの世界じゃ人が死んでんだよ。霧が出るたびに死体が上がってる。知ってること話せ。絶対ここと何か関係があるはずだ。霧が出るたびに死体？そっちで霧が出る日はこっちだと霧が晴れるクマよ。霧が晴れるとシャドウが暴れるからすごく危ないクマ。ははーい、そういうことクマが。はあ、一人で納得してんなこら。俺らんとこが霧だとこっちは晴れ、シャドウが暴れる。そうなると危ないから早く帰れって言ったんだクマ。さあ質問は終わりクマ。君らが犯人なのは分かってるクマ。今すぐやめてもらうクマ。だから違うって言ってんだろ。いい加減切れそうだぜ。なんで人の話聞かねえんだてめえは。犯人かもって言ってるだけクマよ。ただ確認してるだけ。はあ、強気か弱気かどっちなんだよ。どうも調子狂うなこのクマ。だいたいここって何なんだ。テレビのスタジオみてえな。ここで何か撮ってるってことか。おい、もしかしてあのおかしな番組ここで撮影されてんのか。おかしな番組撮影？何のことクマ？何って、だから放り込まれた人間を誰かがここで撮ってるのかって聞いてんだ。お、わかんないこと言うクマね。ここはもともとこういう世界クマ。誰かが何かを撮るとかそんなのないクマよ。ここにはクマとシャドウしかいないクマ。前にも言ったクマよ。あのな、こっちはお前もシャドウだかもどっちも何者かわかんねえんだよ。っていうか俺らに証拠だなんだ言う前にお前がそもそも一番怪しいじゃねえか。お前こそ実は犯人なんじゃねえのか。だいたいなんだよそのふざけた格好。いい加減正体見せやがれ。なんなんだよお前。中身がねえ。クマが犯人だなんて、そんなことするはずない。クマはただここに住んでるだけ、ただここで静かに暮らしたいだけ。クマ君たちが犯人じゃないって信じてもいいクマよ。でもその代わり本物の犯人を探し出してこんなことやめさせてほしいクマ。約束してくれないならこっちにも考えがあるクマ。ここから出してあーでない。てめえこのままじゃクマの住むここめちゃくちゃになっちゃうクマ。そしたらクマは何急に泣いてんだよ。ああもうほんと調子狂うぜ。おい、どうする？あなたはこれから向かう地にて災いを被り、大きな謎を解くことを課せられるようだ。君たちしかいないクマ。約束してくれるクマか？よかったクマ。くそ、出さないとかって足元見やがって。けどいろいろ知りたくて来たのは間違いない。今んとこ何もわかんねえしな。俺たちで犯人を探すか望むところだ。その約束乗ってやるよ。俺は花村陽介、一応名乗っとくぞ。でこいつはお前、名前は何てんだ？クマ。まんまだなおい。けど犯人探すってどうすりゃいいんだ？それはクマにもわからんクマ。でもこの前の人間が入り込んだ場所はわかるクマ。この前の人間ってもしかして小西先輩のことか？この前ここで消えた人間クマ。何か手がかりがあるかもしれないからそっちに案内してみるクマ。あとそうだ、案内の前に二人ともこれをかけるクマ。なんだよこのメガネ。うわすっげえ。こないだと視界が全然違う。かけてると濃い霧がまるでないみたいだ。霧の中を進むのにきっと役立つクマ。まあクマはここに長いこといるから頼りにしてくれクマ。でもクマにできるのは案内だけだから、自分の身は自分で守ってほしいクマ。頼りにならねえじゃんか。わけわかんないの相手にできないからな。武器は持ってきたけどその雰囲気出しみてえなとこあんだろ。来たばっかの俺らより危ないならお前がなんとかしろよ。無理、筋肉ないもん。クマは少し離れたところから君たちに状況を伝えるクマよ。わかったクマ？マジかこいつしょぼすぎるぞ。こんな弱いのと犯人探すなんて約束しちまったのか。そうだ、案内ついでに聞いておくクマ。さっき言ってた小西先輩って君たちの何クマ？何でもいいだろう。とにかく先輩がここに入れられた可能性があるってことだけは分かった。もっと何か分かるかもしれない。早く行こうぜ。なんだよここ、町の商店街にそっくりじゃんか。一体どうなってんだ？最近おかしな場所が出現しだしたクマよ。いろいろ騒がしくなって困ってるクマ。ところでお前、なんでそんなに離れたとこにいんだよ。いざとなったら逃げる気じゃないだろうな。そんなことないクマよ。いや、あんまり近くにいたら君たちの活躍の邪魔になるから。ふーん、しかしどの辺まで続いてんだよ。てか町のいろんな場所の中でなんでここなんだ。なんでって言われてもここにいる者にとってここは現実クマ。相変わらずよくわかんねえな。けどここがうちの商店街ならこの先は確か小西先輩の。やっぱりここ先輩んちの酒屋だ。先輩ここで消えたってことなのか。一体何が。ちょっと待つクマ。そこにいるクマ。いるって何がだよ。シャドウやっぱり襲ってきたクマ。えっあっ今こそ発せよ。おやおやや。そう弱点があるやつがいるクマ。弱点をつくことができれば戦いが有利になるクマ。こいつにもきっと何か弱点があるはず。いろいろ試すクマ。どんな攻撃をしたかはクマが記憶しておくクマ。なんだよ今の。ペルソナって言ったよな。あれどういうてか一体何したんだよ。なあ俺も出せたりすんのか。落ち着け陽介。先生が困ってらっしゃるクマ。先生。いやはや先生はすごいクマね。クマは全くもって感動した。こんなすごい力を隠してたなんて、シャドウが怯えてたのもわかるクマ。もしかしてこの世界に入ってくれたのも先生の力クマか。ふむ、やっぱりそうクマか。こらすごいクマね。んだ、陽介もそう思うだろ。何急に俺だけタメ口になってんだ。調子乗んな。はい。まあでもお前のバックアップもなかなかだったけどな。ちょっとだけ見直したぞクマ。え、そうクマ。よし、お前らのおかげでなんとかこの先進んでけそうじゃん。捜査再開頑張っていこうぜ。にしてもここで一体先輩に何があったんだろうな。ジュネスなんて潰れればいいのに。ジュネスのせいで。なんだよこれ。そういえば小西さんちの咲ちゃん、ジュネスでバイトしてるんですってよ。まあお家が大変だって時にねえ。ジュネスのせいでこのところ売り上げも良くないって言うし。やめろよ。娘さんがジュネスで働いてるなんて、ご主人も苦労するわね。困った子よね。おいクマ、ここにいる者にとっての現実だとか言ってたな。それ、ここに迷い込んだ先輩にとっても現実って意味なのか。クマはこっち側のことしかわからない。上等だよ。一体何がどうなってるのか俺たちで確かめてやる。くそ、またか。何度言えばわかるんだサキ。これ先輩の親父さんの声か。お前は近所からどう言われてるか知らないわけじゃないだろう。代々続いたこの店の長女として恥ずかしくないのか。金かそれとも男か、よりによってあんな店でバイトなんかしやって。なんだよこれ。バイト楽しそうだったし、俺にはこんなこと一言も。こんなのが本当に先輩の現実だってのかよ。これ何かの写真だよな。あれ、これって。これ前にバイト仲間とジュネスで撮った写真じゃんか。なんでこんなこと。ずっと言えなかった。この声、先輩。私ずっと花ちゃんのこと。え、俺のことうざいと思ってた。仲良くしてたの店長の息子だから都合いいってだけだったのに、勘違いして盛り上がってほんとうざい。うざい？ジュネスなんてどうだっていい。あんなののせいで潰れそうなうちの店も怒鳴る親も好き勝手いう近所の人も全部なくなればいい。嘘だよこんなのさ。先輩はそんな人じゃないだろう。悲しいな、かわいそうだな俺。てか何もかもうざいと思ってんのは自分の方だっつーの。あれ、陽介が2人クマ。お前誰だ。俺はそんなこと思ってない。よく言うぜ、いつまでそうやって格好つけてる気だよ。商店街もジュネスも全部うぜえんだろ。そもそも田舎暮らしがうぜえんだよな。何言ってる。違う、俺は。おお前は孤立すんのが怖いからうまく取り繕ってヘラヘラしてんだよ。一人は寂しいもんね。みんなに囲まれてたいもんな。小西先輩のためにこの世界を調べに来ただ。お前がここに興味を持った本当の理由は やめろ何焦ってんだ。俺には全部お見通しなんだよ。だって俺はお前なんだからな。お前は単にこの場所にワクワクしてたんだ。ど田舎暮らしにはうんざりしてるもんな。何か面白いもんがあんじゃないか。ここへ来たわけなんて要はそれだけだろ。違う、やめろ、やめてくれ。カッコつけやがってよ。あわよくばヒーローになれろって思ったんだよな。大好きな先輩が死んだっていうらしい口実もあるしさ。違う、お前何なんだ、誰なんだよ。言ったろ、俺はお前の影全部お見通しだってな。ふざけんな、お前なんか知らない、お前なんか俺じゃない。いいぜ、もっといいな。俺じゃない、お前は俺じゃない。ふん、ああそうさ、俺は俺だ。もうお前なんかじゃない。我は影、真なる我。退屈なものは全部ぶっ壊す。まずはお前からだ。いなくなれ。いつまで耐えられるかな。さっきのやつよりがぜん強そう。クマ気をつけろ。クマ危険を感じたら防御する。クマだぜ。邪魔だ。うるせえな。マジうざいよ。いいぜ、本気でぶっ壊してやる。いなくなれ。せえな。次はクルクマ。うぜえよお前、邪魔すんじゃねえ。そらうるせえな。攻撃が来るクマ、防御するクマ。俺は陽介、大丈夫？うん、一体何が起きたんだ。お前は俺じゃない。あれはもともと陽介の中にいたものクマ。陽介が認めなかったらさっきみたいに暴走するしかないクマよ。それ、慰めのつもりか。ちくしょう、むずいな、自分と向き合うってさ。分かってたけどみっともねえし、どうしようもなくて認めたくなかった。お前は俺で俺はお前か、全部ひっくるめて俺だってことだな。あの時聞こえた先輩の声、あれも先輩が心のどっかで抑え込んでたもんなのかな。ずっとうざいと思ってたか、これ以上ねってくらい盛大に振られたぜ。たくみっともね。お前がいてくれて助かったよ。ありがとな。なあクマ、もしかして先輩はここでもう一人の自分に殺されたってことか。さっき俺に起きたみたいに。多分そうだと思うクマ。ここにいるシャドウも元は人間から生まれたものクマ。でも霧が晴れるとみんな暴走する。さっきみたいに意志のある強いシャドウを核に大きくなって宿主を殺してしまうクマ。それが街で霧が出た日にこっちで人が死ぬ原因なのか。陽介、だいぶ疲れてるクマね。もともとこっちの世界は人間にはちっとも快適じゃないクマ。もう何の声も聞こえなくなったし、これ以上ここには何もなさそうクマ。一旦戻るクマね。なあクマ、お前ここが現実だって言ってたよな、さっきの商店街。それに前に見たあの妙な部屋、あれは死んだ2人がこっちへ入った後で2人にとっての現実になったってことなのか。つまり2人が入ったせいであんな場所ができたのか。今までなかったことだからわからないけど、ここで消えた人たちもきっとさっきの陽介みたいになったクマね。この霧は時々晴れるクマ。そうなるとシャドウたちはひどく暴れる。クマ怖くていつも隠れてるんだけど、最初の時もその次も人の気配はその時に消えたクマ。つまりだ、先輩や山野アナはこんなとこに放り込まれて出られずにさまよって、そのうち体からあのシャドウってのが出て、そいつが霧が晴れた時に暴れ出して命を、そういうことなんだな。なら俺もここの霧が晴れるまでいたらずっとヤバい目に遭ってたってことか。間違いないと思うクマ。それにさっきは先生やクマもそばにいたから。くそ、先輩たちたった一人でこんな場所に、なのに誰も先輩たちを。陽介、二人ともここが晴れた日に消えたけど、それまではシャドウに襲われなかったクマなのに、僕らさっきは襲われたクマ。シャドウたちすごく警戒してた。探索してる僕らを敵と見なしてるのかも。危険だけど、でも僕らなら戦って救えるかもしれないクマ。俺らならこの先また誰かが放り込まれてもその人を救えるってことか。消えちまう前に俺自身がさっき助けられたみたいに。とにかくここに人を入れてる犯人を捕まえてやめさせるしかない。そうか、ようやく少しは状況が分かってきたぜ。あのさ、逆にちょっと聞いていいクマ？シャドウが人から生まれるならクマは何から生まれたクマか？お前自分の生まれも知らねえのかよ。そんなこと俺らに分かるわけねえだろ。この世界のことならいくつか知ってるけど、自分のことは分かんないクマ。ちゅうか今まで考えたことなかった。マジかよ。つかそんなんじゃ俺らが何聞いたって無駄なはずだよな。またここに来てくれるクマ？約束守ってくれるクマか？じゃなきゃここから出さないってお前が言ったんだろ。そうだったクマ。じゃあ出してあげる前にお願いクマ。これからクマはここで君たちが来るのを待ってるクマよ。だから君たちは必ず同じ場所から入るクマ。違うとこから入ると違うとこに出ちゃうクマ。もしそれがクマのいけない場所だったらどうしようもないクマ。以上、わかったんクマ？まあ大体な。じゃあ出口よろしくな。おーいっす、了解だクマ。さてと、まず向こうに店員とか来ちゃってないか確認しないと。はいはい、いて、むぎゅー。だから最後無理に押すなっつーの、バカなー。里中、うわ、どうしたんだよその顔。どうしたじゃないよ、ほんとバカ、最悪、もう信じらんない、あんたら最低。ロープ切れちゃうし、どうしていいかわかんないし、心配したんだから、すっげえ心配したんだからね。もう腹立つ。ちょっとだけ悪いことしたな。いや、やべえかなこれは。まあしゃあない、明日謝ろう。今日はもうヘトヘト、帰って風呂入って寝るわ。今日は眠れそうな気がする。じゃあまた明日、学校でな。あれ？あ、この格好驚いた？うちのお使いだったから。この町とか学校にはもう慣れた？本当？けど知らない場所に転校してくるって大変なんだろうね。私はこの町から出たことないから転校ってどんな気分かわからないけど、私いつも帰り早いし、知恵とかとはどう？そう、よかった。知恵ってね、すごく頼りになるの。私いつも引っ張ってもらってる。去年も同じクラスでね、一緒にサボって遊んだりしたな。あ、そろそろ戻らなきゃ。板長と明日の打ち合わせしないと。うちの旅館、私がいないと全然ダメだから。また学校でね。お父さん遅いな。では今夜のトップニュース、稲葉市で起きた異常殺人の続報です。今朝7時ごろ、稲葉市の住宅街で地元高校の3年生小西早紀さんが遺体で見つかった事件。警察は遺体の状況が極めて似ていることや被害者が遺体発見者であったことなどから、先の山野アナの事件から続く連続殺人の可能性もあるとみて捜査を進めています。警察の調べによりますと、小西さんの死亡は昨晩1時過ぎ頃と見られています。ですが現場は未明から濃い霧で視界が悪く、発見が遅れたのではないかということです。また事件だね。またお父さん帰ってこなくなる。大丈夫だよ、家のことやるの手伝ってくれる？鮫川の上流に軒を構える地元随一の歴史を持つ高級温泉宿、天城屋旅館。源泉かけ流しのラドン泉の露天風呂を備え、遠方からのリピーターも多い高級旅館だ。事件後、女将が一線を退き、今はこちら一人娘の由紀子さんが代わりを務めています。言ってみれば現役女子高生女将といったところでしょうか。なんともこう惹かれる響きです。お話伺ってみましょう。すみません。私ですか？女子高生で女将ということですが。いえ、私は代役で。でも後継ぐわけでしょ？っていうか和服色っぽいね。男性客多いでしょう。え、いや、つまんない。ああ、お皿洗わなきゃ。今日のニュースにもありました稲葉市ですが、今年も頻繁に濃霧が観測されています。実はこれはここ数年見られるようになった異常気象で、原因はよく分かっていません。周辺にお住まいの方はご注意ください。今日は稲葉市の事件について時間を延長してお伝えしました。まもなく午前0時です。ようこそ。ご心配めさるな。現実のあなたは眠りについていらっしゃる。私が夢の中にてお呼び立てしたのでございます。再びお目にかかりましたな。ここは何かの形で契約を果たされた方のみが訪れる部屋。あなたは日常の中で無意識に目覚めを促され、内なる声の導く定めを選び取った。そして見事力を覚醒されたのです。これをお持ちなさい。今宵からあなたはこのベルベットルームのお客人だ。あなたは力を磨くべき運命にあり、必ずや私どもの手助けが必要となるでしょう。あなたが支払うべき代価は一つ。契約に従い、ご自身の選択に相応の責任を持っていただくことです。結構。あなたが手に入れられたペルソナ、それはあなたがあなたの外側の事物と向き合った時、表に現れ出る人格。さまざまな困難と相対するため自らを鎧う覚悟の仮面とでも申しましょうか。しかもあなたのペルソナ能力はワイルド、他者とは異なる特別なものだ。空っぽに過ぎないが無限の可能性も宿る。そう、いわば数字のゼロのようなもの。ペルソナ能力は心を御する力。心とは絆によって満ちるもの。他者と関わり絆を育み、あなただけのコミュニティを築かれるがよろしい。コミュニティの力こそがペルソナ能力を伸ばしていくのです。コミュニティは単にペルソナを強くするためだけのものではありません。ひいてはそれはお客様を真実の光で照らす輝かしい道しるべともなっていくでしょう。あなたに覚醒したワイルドの力はいつこへ向かうことになるのか、ご一緒に旅をしてまいりましょう。では再び見えます時までごきげんよう。おはようさん。昨日の夜中の見たの誰だかいまいち分かんなかったけど、あれに映った以上ほっとけない。とにかく放課後様子見に行こうぜ。熊からなんか聞けるかもしんないし、また誰かが放り込まれたんだとしたら、やっぱマジでいるのかもな、犯人。被害者が死ぬ直接の原因はあの世界のせいかもしれないけどさ、あの世界を凶器として使ってるやつがいるなら許せないよな。だからさ、絶対俺たちで犯人見つけようぜ。だって警察が捕まえられるか、人をテレビに入れてる殺人犯なんてさ。だよな、約束は守りたいよな。実は昨日さ、俺んちのテレビで試したら頭突っ込めたんだよ、お前みたいに。俺が一人でテレビに入れたの、あの力が目覚めたからかもな。ペルソナだっけか。もしかすると事件を解決するために俺たちが授かったもんかもしれないよな。けどテレビに入るのもペルソナもお前が最初にやってのけたんだよな。お前となら犯人見つけてこの事件を解決できそうな気がすんだ。まあよろしく頼むぜ。ペルソナ能力は心を御する力。心とは絆によって満ちるもの。他者と関わり絆を育み、あなただけのコミュニティを築かれるがよろしい。コミュニティの力こそがペルソナ能力を伸ばしていくのです。里中、昨日は悪い、心配させて。そんなことよりユキコまだ来てない？え、天城さあまだ見てないけど。嘘、どうしよう。ねえ、あれってやっぱ本当なの？真夜中テレビに映った人は向こう側と関係してるってやつ？ああ、今ちょうどその話しててさ、後で確かめに行こうかって。昨日映ってたのユキコだと思う。あの着物、旅館でよく着てるのと似てるし、この前インタビュー受けた時も着てた。心配だったから夜中にメールしたんだけど返事来なくて。でも夕方頃にかけた時は今日は学校来るって言ってたから、私。分かったから落ち着けって。で、メールの返事はまだないのか？うん。それ、どういうこと？まさかユキコ、あそこに入れられたってこと？わかんねえけど、そういうことなら、とにかく天城の無事を確かめるのが先だろう。里中、天城に電話。留守電になってる。出ないよ。マジかよ。じゃあまさか天城はあの中に？やめてよ。きっと他に何か表示とか。あ、旅館の方で手伝いしてるかも。そしたら携帯出れないと思うし。手伝いって学校休んでか？とにかくかけてみる。天城屋旅館は。ユキコ、お願い。ユキコ？よかった、いたよ。そっか。なんでもないっす。また後でメールするから。よかった、ユキコいたよ。急に団体さんが入って手伝わなきゃいけなくなったって。ああ、そういや今までも年に1回くらいはこういうことあったっけね。明日もずっと旅館の方にいるって。って花村、いらない心配しちゃったじゃん。てか全然無事じゃん。まさか天城はあの中にとかってさ、ったく。悪かったって。けど俺らもそう思いたくなるわけがあんだよ。どんな？俺たち真夜中テレビに映るのはあっち側にいる人だって思ってたんだ。だってそうだろ？テレビの中にいるからテレビに映っちまう。いかにもありそうじゃん。でも天城はちゃんと現実にいる。どういうことか確かめた方がいいかもな。よし、放課後純烈で待ち合わせようぜ。俺準備して先行ってるな。まあ俺の痛い体験とかその辺はいいからな。そんな話普通絶対信じないよね。実際にあの中見てなかったら。まったくだぜ。でとにかく中の様子を知りたいわけなんだけどなんで今日に限って客がこんなに。そういや今家電はセール中だっけか。なんとかクマくんの話聞けないかな。そうだ、ちょっと来てみ。なあ、手だけ突っ込んで呼んでみね。どうせクマ入り口でうろうろしてんだろう。里中、お前はこっちね。俺と一緒に壁やって。壁？どうした？バカ、声でかいって。歯型ついてるし、大丈夫？痛そう。もうクマの仕業だな。おいクマ吉、そこにいいんでしょ。なにこれ何の遊びじゃねっつの。今中に誰かの気配はあるのか。誰かって誰？クマは今日も一人で寂しんぼだけど、むしろ寂しんぼいだけど。うっさいけど誰もいない。本当に？あ、嘘なんてつかないクマ。クマの鼻は今日もビンビン物語クマ。私やっぱりユキコに気をつけるように言ってくる。土日は旅館が忙しいだろうから一人で出歩いたりしないと思うけど。そうだな、月曜一緒に来るんだろう。うん、家まで迎えに行く。もしかしたら今夜の真夜中テレビでまた何かわかるかもしれない。全部勘違いならいいんだけどな。今日見たら電話するわ。携帯の番号教えてくれ。じゃあ今夜見るの忘れんなよ。やっぱこれ以上は出なそうっすね。犯人に直接つながる物証はなしか。まだ殺しと決まったわけじゃない。殺しですよ絶対。あんな痛い事故死なわけないですって。まあな、警察でも死の状況をつかめないのに同じ格好の仏が2つ。これで殺しなら鉄板で同一犯による連続殺人だな。けどだとするとどういうことだこりゃ。最初は三角関係のもつれに間違いないって思ったんですけどね。事件当時、歌手の柊美鈴は海外公演中でアリバイが固い。通話記録もある。というかそもそも愛人問題がメディアに出たのは美鈴本人が会見で暴露したからだ。これから殺そうってのにわざわざ自分に疑いが向くようなことを言うやつはいない。ですよね。旦那の生ため太郎にしてもいくら揺さぶっても何も出てこないしな。奴はここ半年は中央で仕事をしていた。スキャンダルで最近町に戻ってきたらしいが、事件当時は市外の議員事務所に詰めてた。もちろん山野真由美の死んだ日もだ。泊まり込みで作業していたと裏が取れてる。おまけに山野の方にも失踪前後に生ためと接触した形跡は全くないときてる。この事件で騒がれたせいで生ためのやつ必死クビになってますからね。生き残った関係者の中じゃむしろ一番の被害者じゃないですか。ああ確かにな。しかも2件目の小西早紀、最大の接点は遺体発見者ってところだが、口封じとしちゃおかしい。小西の死は1件目が世に出た後だし、それにあの遺体隠すどころか見てほしいって風だ。他のつながりっていや、ガイシャの山野が死の前に滞在した宿の娘と同じ高校ってくらいか。だが動機と全然絡まねえし、こんな人の少ない田舎じゃそんくらいの偶然はある。ですね。ニュースで見たっすよ、その辺。何？宿の話もう出てんのか。よし、わかった。やっぱあれじゃないですかね。遺体の状況に僕らが見てもわからない、小西早紀だけにわかる何かがあったとか、それを口封じしたかったんですよ、きっと。ともあれ、今はガイシャ周りをしつこく洗うしかねえが、犯人町の人間だな。あ、出ましたね、刑事の勘。勝負しよう、ハートみたいなね。もう私用のホストクラブをぶっ立てるぐらいの意気込みで、じゃあ行ってきます。見たか、今の天城だよな。顔本人だったし、つか名乗ってたぜ。けど言ってることおかしくなかったか。しかもなんかバラエティ番組みたいな。なんだこれ、今までのもこうだったのか。どうなってんだ一体。そうだな、あいつから天城に連絡してもらおう。明日は日曜だし、朝一でジュネスに集合な。遅いって。出かけるの？留守番できるから。高気圧が張り出し、終日お出かけ日和の晴れとなるでしょう。続いて週明けの空模様です。晴れだって。洗濯物干そうっと。行かないの？悪い、お待たせ。バックヤードからいいもの見っけてきたから、見てみ。どうすかこれ。いくらペルソナあるからってゴルフクラブじゃ心もとないからな。つうわけで、お前どっちにする？おっと、分かってんじゃん。これジュネスオリジナルブランド、歯は偽物でもって。俺はあ、意外に両方ってありかもな。こんな感じとか、それともこうか、逆にこうとか。挙動不審の少年2人組を発見。刃物を複数所持、至急応援求む。は？いや、なんでもないっすよ。これ別に万引きとかじゃなくて、いや、疑ってんのそこじゃねえか。てか別に怪しくないっす。あと、俺ら刃物マニアっていうか、それも危ない話っすよね。とにかく詳しい話は署で聞く。それを床に置きなさい。手は頭の上。早く。いや、でもこれは。なんだこの野郎、やろうっちゅうの。お前、こういうバカをするタイプには見えなかったがな。今いろいろ起きてるのは知ってるんだろう。あちこちに警官が配備されてる。ったく、俺が偶然いなきゃ補導歴がついてたとこだ。すんません。え？じゃあいなくなったのってやっぱ天城屋の？ああ、でもまあ高校生だ。ただ家出とかってオチかもしれんが。今の天城屋って、じゃあやっぱりやっぱりいや、なんでもないです。こっちは今事件で忙しいっていうか、いろいろとデリケートなんだ。ニュースで知ってるだろう。これっきりにしろよ。じゃ帰ってよし。おっと、ごめんね。あれ、君もしかして堂島さんとこの？ちょっと聞いてもいいですか？その天城のやつ、つか天城屋の天城由紀子のことですけど、もしかしていなくなったんですか？言っていいのかな。まあ天城さんと友達なら特別だよ。天城さん、昨日の夕方ぐらいから急に姿が見えなくなったってご家族から。土曜だから旅館の人はみんなキリキリ舞で、夕方頃は誰も天城さんを見なかったって。でもまだ事件って決まったわけじゃないから。ただ失踪した人が霧の日になんてのが続いてるから、署内も過敏になってね。君たち何か聞いてない？本人が例えば辛そうだったりとか。辛そう？ほら、1件目の殺人の前、例の山野アナが天城屋に泊まっててさ。山野アナ、接客態度のことでおかみさんにひどい言葉浴びせたみたいなんだよね。で、おかみさんがストレスで倒れちゃって。ほら、天城さんおかみさんの娘なわけだし、いろいろ思うじゃない。天城さん、家出とかほのめかしたりしてなかった？じゃないと何か都合悪いことがあって隠れてるとか言ってるやつもいてさ。なんかこれ言っちゃいけないかも。やば、言っちゃまずかったかな。足立、部外者と立ち話してんな。コーヒーまだかよ。すんません、今行きます。ごめん、今のなし、忘れて。なあ、さっきの刑事、まさか天城のことを。いた。ちょっと何やってんの、すっごい探したんだから。いや、まあちょっと誤解されてさ、後で話すって。それより天城だよ。もう知ってんの？携帯何度かけても連絡つかなくて、家行ってみたらユキコ本当にいなくなっちゃってて。やっぱ行ってみるしかないな。それより警察が妙なこと言ってる。天城が都合悪いことがあって隠れてるとか。天城のおふくろさん、山の穴にいびられて倒れたらしい。動機があって、しかも揉めた直後に山の穴死んだから。何よそれ、ユキコが犯人って流れなわけないじゃん。俺にキレんなよ、分かってるっつの。チックション、やばい目に遭ってんの天城の方だってのに。そうだよね。どうしたらいいの？警察こんなじゃ、やっぱ俺らが行くしかないだろう。私も行く。行くからね。絶対ユキコ助けるんだから。大丈夫かお前。けど参ったな。丸腰なんだよ。また何か武器になりそうなもん見つけないと。武器？私知ってるよ。とにかく一緒に来て。ほらここ。何や？一応工房？金属製のいろんな刀とか売ってんの。おかしいだろ、なんで知ってんだこんな店。ああ分かった、お前カンフー映画の見過ぎで。違うっての、男子が言ってたの、武器とか鎧とか売ってるって。ほらこれとか強そうけど重いかな。なあ里中、やっぱ危ねって気持ちはわかるけど。分かってない分かってないよ。ユキコ死んじゃうかもしれないんだよ。私絶対行くから。なーに大丈夫だって、運動神経だったら負けないんだから。あのさ、真面目に言ってんだ、向こうのこといろいろわかんないだろ。忠告聞けないなら来ないで待ってろ。行く気なら体守れる防具とかだけここで用意してくれ。分かったよ。けどどれ選んだもんかな。なあ俺の分も見立てしてくれないか。お前今んとこ戦力的に切り札だから、お前が戦いやすいのが一番いいと思う。こっちはもう買ったよ。そっちは？つか俺らここで武装しちゃったらまた警察連れてかれるよな。かといってジュネスの中こんな物騒なもん下げて歩けないし。制服着ちゃえばよくない？上から結構わかんないと思うよ。しょうがない、それで行こう。じゃあさ一旦解散して準備しようぜ。夕方のセール終わんないと店も混んでるし、警察いたら3人一緒じゃ目立つだろ。じゃあ後でジュネスのフードコートに集合ね。ではしばしお時間を拝借するといたしましょうか。お待ちしておりました。あなたに訪れる災難、それはすでに人の命をも奪い取りながら迫りつつある。ですが恐れることはございません。あなたはすでに抗うための力をお持ちだ。いよいよそのペルソナ使いこなす時が訪れたようですな。あなたのペルソナ能力はワイルド。それは正しく心を育めばどんな試練とも戦い得る切り札となる力。私どももそのためのお力添えをしてまいります。私の役割、それは新たなペルソナを生み出すこと。お持ちのペルソナカードを複数掛け合わせ、一つの新たな姿へと転生させる、いわばペルソナの合体でございます。あなたはお一人で複数のペルソナを持ち、それらを使い分けることができるのです。そして敵を倒した時、あなたには見えるはずだ。自分の得た可能性の目が手札としてね。時にそれらはひどく捉えづらいこともある。しかし恐れず掴み取るのです。カードを手に入れられたなら、ぜひともこちらへお持ちください。しかもあなたがコミュニティをお持ちなら、ペルソナはさらに強い力を得ることでしょう。あなたの力はそれによって育っていく。よくよく心しておかれるが良いでしょう。右手に見えますのはペルソナ全書でございます。お客様がお持ちのペルソナを登録されることで、それをいつでも引き出せる仕組みでございます。ご利用の際は私にお気軽にお申し付けください。それともう一つ、今宵はあなたの旅をお手伝いさせていただく新しい住人をご紹介いたします。マリー。分かってる、聞こえてる。よろしく。え、ああ、そっか。そういえばあったかも。だから見たことあるんだ。失礼いたしました。こちらマリーでございます。彼女の魂は未だ幼く。うるさい、余計なこと言わないでよ。ご覧の通りでございます。ご無礼があるかもしれませんが、見習いとご理解いただいて、どうかお許しください。マリーが取り扱うのはスキルカードでございます。カードを用いることで、お客様のペルソナに新たな力を与える仕組みでございます。また彼女はお客様がここではない世界と絆を結ぶための手助けとなるでしょう。こちらは追ってマリーよりご連絡させていただきます。ご利用の際は本人にお気軽にお申し付けください。覚えておいでですかな。以前私は申しました。あなたの運命は節目にあり、謎が解かれねば未来は閉ざされるやもしれないとね。言葉の通りでございます。戦いに敗れる以外にも終わりはあり得る。ゆめゆめお忘れになりませぬよう。次にお目にかかります時は、あなたは自らここを訪れることになるでしょう。楽しみでございますな。ではその時までごきげんよう。制服、日曜だからちょっと目立つな。もうじきタイムセール終わるから人も少なくなるはずだ。そろそろ行くか。里中、やっぱりお前。行くからね。絶対無理すんなよ。本当にあん時のクマ。何やってんだお前。見てわからんクマ。いろいろ考え事してるクマ。それでクマはこんなにクマってるのに。あ、ダジャレ言っちゃった。うぷぷ。で何か分かったのか。ま、考えても無駄かもな。お前中空っぽで脳みそもねえだろうし。しっけえな。けど確かにいくら考えてもなんも分からへんがね。うっさいよあんたら。くだらないこと言ってる場合。それよか昨日ここに誰か来たでしょ。なんとクマより鼻が利く子がいるクマ。お名前何クマ。お名前知恵だけど。それはいいからその誰かのことを教えてよ。確かに昨日君らとお話ししたちょっと後くらいから誰かいる感じがしてるクマ。天城なのか。クマは見てないからわからないけど気配は向こうの方からするクマ。多分あっちクマ。あっちね。みんな準備はいい？ああここ、お城？もしかして昨日の番組に映ってたのここなのかな。あの真夜中の不思議な番組、本当に誰かが撮ってんじゃないんだな。番組？知らないクマよ。何かの原因でこの世界の中が見えちゃってるのかもしれないクマ。それに前にも言ったでしょうが、ここはクマとシャドウしかいないんだってば。誰かが撮ってるとかそんなのないし、初めからここはこういう世界クマ。初めからこういう世界って、それがよくわかんないっての。じゃあ君たちは君たちの世界のことを全部説明できるクマ。とにかくその番組ってもののことはクマも見たことないからわからんクマ。っていうか本当にただこの世界が見えてるだけなの？そもそもユキコが最初に例のテレビに映ったのいなくなる前だよ。おかしくない？大体あのユキコが逆なんとかってありえないっつの。逆なん？俺もびっくりしたぜ。確かに普段の天城なら絶対言わないよなあんなこと。もしかして前に俺に起こったことと何か関係あんのか。まだいろいろとわからないけど、君たちの話を聞く限りだとその番組っての、その子自身に原因があって生み出されてるって気がするクマ。ユキコ自身があの映像を生み出してる？なあ、もうどういうこと？わけわかんない。ねえユキコ、このお城の中にいるの？聞いてる限り間違いないクマね。あ、でさ、逆なんてここにユキコが。私先に行くから。なあおい、一人で行くなって。あったく、俺らも行くぜ。調子に乗ってるクマ。弱点にヒット。チャンス。ボコボコにすんぞ。オッケー。敵を倒した時、あなたには見えるはずだ。自分の得た可能性の芽が手札としてね。時にそれらはひどく捉えづらいこともある。しかし恐れず掴み取るのです。